ハローこんにちは、ニーハオ皆様、マステクのアットギでございます。同じくトッシーでーす。本日もファイトリーグの方やっていきましょう。ういというわけで、本日ピリオド47、平成最後の日、4月30日になりました。うん。で、本日アップデートの方で追加された新キャラクター、珍しいよね、1体しか追加されてないっていうの。そうだね。ちょっと TOD の方に待ち望んだ新しい US 裏と表が出てきましたね。で、こちらの方効果が、登場味方メンバー1体を退場させる、味方ターン終了その味方メンバーをそのメンバーを味方として呼ぶ、敵を退場させて味方として呼ぶのね、はい、が、出てきましたが、こちらの方、今までのファイトリーグにはないすごく特殊な効果でございます。で、まあ結構このキャラが出るにあたって結構いろんな考察がされたんだけど、それをね片っ端から試してみようと思います。まず最初、DDD を登場、このキャラの効果で退場させた時に、どうなるのか、2つ目は TOD のキャラクターと新 US とニコラシャノンを組み合わせたらどうなるかと、はい、3つ目が TOD とガタロットの、組み合わせ、うん、最後に TOD 新 US と同じく TOD の US のマトリョーシシカを組み合わせて、そのマトリョーシカで退場させたらこいつの効果は最後に発動されるのかどうかっていう、はい、というのを片っ端からやっていこうかなと思います。さあやっていこう。じゃあ私は絶対後手の方だな、選ぶ手札は裏表。DDD 先手の最初の方の手札にしてくれてるし、オッケー。あ、そっか、そしたら確定で DDD 飛ばせるかどうか分かんねえんだ。まあ厄介じゃの、ヘリコプターで DDD どこに置いてほしい、どこに置いてほしい、それはどこでもいいから、どの道つらい、どの道つらい、どの道つらい。さあ DDD が都合よく消えてくれることを祈るだけだけど、まあとりあえず置いてこう。痛え、クリティカル、うん、お DDD センスマじゃねえか、お前よく見たら、やば。そうですよ。誰？あ、かわいいレンチ、 JK レンチはいいね。うん、かわいい、よふう。わあ、さあ出てきましょう、我々の今日のスペシャルゲスト、うん、裏とぼてさんです。アーツ使いづらいな、意外とこれ使いづらい。さあDDD を消してくれ、頼む。あー違う、そっちか、そっちなっちゃった。あ、でもこれはこれで面白いことが分かると。何？DDD を破壊して、うん、それとパクった時どうなるかっていう、それパクった時どうなるか、うん、それが分かるから、やってみよう。それはそれで面白いかな。まあ、結局やりたいことは一緒だね、もし DDD がパクってくれるんだったら。うん、さて頼む、裏と表をパクってくれ。よし、オッケー、パクられた。で、裏と表はどうなる？あ、何も発動しないが答えだね。なるほどね、つまり敵メンバーに移ったから。何も発動しない。そうだね、お前のところにレンチが召喚されるわけでもないし、俺のところにレンチが出てくるわけでもない。なるほど、ただ退場されただけ。ただ退場されただけ。なるほどね、ただの強い電話ちゃうということが分かりました。さてピンチ、ただピンチ。まあでもこの下りはカットかな。そういうこと。そうなるのこれ。そうなるんだ。ずるずる。これもしかしてさ、裏と思ってずっと放置してたら、レンチずっと呼び続けることねえよな、さすがに。あ、やってみよう。やってみるか、ちょっと。幸いアーツがね、今すごい不便なアーツなんで、倒せないよね、これ。ちょっとあんまりお互いダメージを削ることをやめましょう。うん。これでどうする？裏と思ってがずっとレンチを召喚し続けるマシーンだったら。いや、ワンチャンあるぞ。いや、あるよ。だって味方ターン終了だ。味方ターン終了って書いてるから。別に1回と誰も言ってないもん。うん、これでいい？うん、なんでもいいよ。これは面白いものが見れるかもしれんぞ、ワンちゃん。だとしたら絶対こいつ取り逃がしちゃいけないマシンじゃん。次のターンもう一体出てくるんだぜ。じゃあこいつの効果の本領は味方ターン終了の方にあるような気がしてきた。うん、そっちだね。最初後半 おまけぐらいかなと思ったけど、
そんなことは全然なかった。そんなことは全然ない。大丈夫、わし死なない？大丈夫大丈夫、殺さないよ。いやもうこの後からもうカットだなとかと思ってたら普通にレッジが出てきてびっくりしたわ。レッジさあどうなる。あ、やっぱ出るんだ。出るんだ。やばやばあいつ出るんや。やばあいつ最強じゃん。え、いやまあ普通に考えてこいつが生き残ることあんまりねえと思うけど、でも HP700 だから不可能じゃないんだよな全然。そう、ワンチャン生き残るんだよ全然。え、やばなんてもう作ったんでしょ。あ、これは強いわ。あ、すげえね。こんなことがあっていいのでしょうか。じゃあシャノンちゃんと、シャノンちゃんと裏と思って試していこうか。よし、それで果たして2体分出てくるかどうか。あ、ちなみにね、あの動画撮ってるのでイシス君自己紹介をお願いします。あ、サンドバッグに呼ばれました、イシスの人ですさあさあさあ、サンドバッグの登場です。あー、熱々ですよ。じゃあ我々もね、協力していただいてる立場なんで、エールは我々が直しましょう。え、直してくれんと。うん、デオドラがいるわ。おー、マジか。じゃあお前の顔面殴るわ。でもさ、トシ君、それワンチャン。あ、でもそこ置いたらエールで殺しちゃう。エール殺しちゃうけど、デオドラ。え、殺していいよ、別に。さあ、行くぞ。え、何？だって俺、お楽しみはこれからだ。何、え、あいつなんかテンション高くて、待って、俺あいつの意図を理解できてないんだけど、あいつに。え、誰？ソフトクリームだよ。だよね、だよね。割としっかり、あれやんよ。割としっかり画面殴ってる。殴られたんで、あの、うん、ほら、左の。いや、俺、そっちの回数あるから殴ったっていうのもあるんですけどね。左の方は殴られたら、右の方を殴り差しなさいって。差し出すんだよ、殴るんだよ。お前さ、あのソフトクリーム事故ってリコラしたのは死んでも知らないから。本当それね。この確率だ。そんなことは滅多にない。いや、ある、あるから、あるから恐れてんだよ。あるから恐れ。あるから怖いんだよ。で、そそろ来てもらうと困るぞ、US が。これ US 来い。裏と思って来い。とりあえず目の前に殺していいよ。うはこれいいよ、目の前のやつ殺して。嫌われてんな。いやお前なんでモップまだ入ってんだよ、怖えだおい。あーごめん入れてた。お前ソフトクリームといいモップといい、ちょっと TOD 怖くないっすかっていう。あっち協力すぎてないぞ。いやだって登場で面白い効果探してたこいつらに出てきた。待って面白い。面白いのはおめえの思考回路で面白いの。それは前俺がサンダートッシーで遊んだからどうなったんだろう。まあ、テキストはオッケー来たな。もう表裏表来たぞ。でつまりこれでエールとオチオが都合よく取れたらでかいということで。そうだね、エールとオチオ都合よく取れたら美味しいだわ。うん、そしたら俺が全力で殺気をむき出しにしてお前らを殴りに来た。とりあえずパクるのは2体パクれるの確定してるけど、当時復活するときに2体復活するか分かんないから。そうそう、もう600ダメージを防いだ。すげえな、ロチオス。なんだ、ジョルの何がしたかったんだい。600ダメージって結構あるぞ。よっしゃ、声裏ともて、やっとお前の力見せてやれ。長かったわここまで来るのに。声パクリオン。ちょっとこのデッキはまあ検証としては面白いけど、実用性があるかと聞かれたらちょっとないで、さすがに TOD 多分ないで、あんまり。え、攻めていいんじゃない。まあとりあえずこれでいいか。うん、登場敵メンバー一体が退場。ナイスオチオ。オチオ持ってかれた。あ、でも登場効果あるやつ取ってくれた。うん、おー、よし、このままだ。でひどいよ。ターン終了時にこの次や何体出る。おお、2体出る。え、めっちゃいい出し方。しかもめっちゃいい出し方。かっかめっちゃいいよ出し方。しかもあの石津気をつけてるの、お前裏と思って処理できなかったら次のターンこれがもう一回起きるからね。んー、あー、もう確定で起きるのね。確定で起きます。検証しなくていい。確定です、確定。ただあ、でも2体はどう出るんかな。多分出るよね、これで1体出てんだから。多分出る、これで出てる時点でもうそれ2体でも出るだろう。うん、あ、待って、そこもちょっと残しといっそ。ワンチャンやってみるか。見たい？見たい？見たいわ。できるんだったら見たいわ。ああ、2体出ますね。ああ、ワクワク。ああ、強い強い。登場効果無効してるから回復しないけど、あいつ。
アオババスをこっちが無敵入ります。あ、こういうことになるのね。はいはいはい、いいじゃない、もうリタイアしましょう。はい、じゃあガタロ君を組み合わせた時の組み合わせやってみましょう。はい、引き続きサンドバッグメッシュスの人です。あと2個だね。あともう1個ある、これ含め。いや、このターン終わったらいいんだよ、死んだら。え、待って、え、そこなの。いいよ、いいんだよ。だって、どうすっきりの方がね。ごめん、ごめん、ミスった。ごめん、ミスった。いけー。何を言ってほしかったんだ、あいつ。何を言ってほしかった。いや、ルイさえ言ってくれば結果は残るだ。そうだね。まあ、その都合よく呼べるか。おー、呼んだー、呼んだ。でも、これ多分あれだね、ターンして。味方ターン終了の効果発動しないね、このタイミングじゃ多分。まあ、ターン終了の効果の時点ではもう逃してるから。うん。パクることはできる。パク、多分パクるだけパクって。ストックはできてる。ターンもうこれあの絶望なんだけど、700こんなにだって絶望だね。わりかし、わりかしこの陣形は地獄だね。しかも俺顔面がいる。これだから。あとあれだね、裏と思って。と。ガタロウ一緒にしたかったら気をつけなきゃいけないの。ガタロウを優先的にマス目が小さい方のマスに置かないとダメだね。数字が先に効果発動してもらう。じゃないと後であの裏表が量産したやつの方をガタロウが量産しかねないから。そうやね、そうだね。そう考えるとガタロウがすげえ使いにくくなるな。裏表残して次どんなか見るか。お、いいよ、カタロウ死んでもらうわ。そうね、あのターン終了時のやつは何をするの。多分何もしないけど。カタロウ。じゃあタヌキ呼んで増やすか。裏持ってタヌキ呼んで。どうなんだ。これあのコピったやつの方の裏表をコピったらどうなる。てかパクった方が。そうですね。これでどっちのコピーをしたか。右の方の裏だと思ってがちょっと今気になる。何もパクってない裏表は何するのか。本当は何もしないんだろうね。何もしないんだろうね、きっと。ね、それとも左の方の能力をパクってるのか。相互共有、相互共有ある。まあ答えはすべてこのターンでわかる。しかし問題はだな、あいつ死なない。多分相互共有したら多分バグやと思うんだけど。大丈夫か。ちょっと注意して。殺したやん。じゃあ、 あのお前が死ぬのが不安だ。俺、お前本人が死ぬのが不安だから。あ、俺の回避行、逃避行であるエールが死ぬ。はい、で、ターン終了時にまず一体キリナが出てきて、ああないっぽいね。じゃああいつ何もない。ああないね。さすがにとさすがに異次元倉庫共有なんて歴史が設定ではない。なんか裏を持ってそのものに何がコピーされるか記憶されるわけではないのね。このターン、このゲーム中の。裏と表、A には記憶されてるけど、B には記憶されてる。うん。はい。いや、面白い検証だね。ということで、お後はよろしいようで。お後はよろしいです。まあでもだって、あいつが効果発動中に死ぬのを、いやでも多分これ、味方ターン終了って扱いだから、うん、多分発動されねえな、普通に。されないはずは、質がいないって意味がないかな。うん、これで遊戯王みたいに効果だけはもう適用された後なんで、エンドフェーズにちゃんと効果発動されますみたいな。それはやべえ。やめろコンマイゴ。やめろコンマイゴや。しゃあねえからサンドバッグになってやんよ。手札そうなったが。あ、あ、完成したじゃん。もう一旦で終わるじゃん、やりたいこと。上でいいじゃん。やった。でもやった。上でいいじゃん。動画終わり。動画終わり。動画終わり。俺はまだ死んない。一旦しかいないけどこのさ。てかマトリョシカって組ますんだね。そのパクって作るの。違う、だから裏表が効果で相手処理した後にマトリョシカで裏表を生贄に捧げたら裏表の効果まだ発動ワンチャンするかしないか。死ねえだろ。いや今回特殊最低だからだって意味不明じゃん。登場味方ターン終了なんて今いなかったから。なんかあるのかなって勘ぐっちゃって。まあでもそいつはいないと効果は発動できないっていう認識やと思うよ。と思いたいんだ俺。うん。さすがにこれでできたらやばいよ。だから単純に超高 HP マトリョーシカがいるだけでも欲しいけど。ほい。チェックじゃん。アイアミールで代わりにやっちゃうのか。そう、これでも全然大丈夫。パッパッパッパー。いけいけ。
これでオセロの中にはキャラクターが1体ストックされてるので、800ダメージを相手に振り上げるみたいな最低だったら面白いな。ああ、何も起きないっすね。それはやべえな。やっぱ、何も起きないで。やっぱいないと何もないです。お疲れ様です。何もないです。じゃあ、そのうち、表、裏と表を真面目に使ってみた動画をそのうち上げようと思うので。ああ、そうだね。それを楽しみにお待ちくださいまし。バイバイ。バイバイ。こっから俺らは散々殴られる。散々殴られる。なお、こっからイシエスの下の逆転劇が始まる。US 帰ってきた。ああ、本気で殺しに来てるこの男。検証は終わりだ。殴りにかかる。俺のターン。ああ、ガチすぎる。あれガチすぎる、あいつガチガチじゃねえか。はい、皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たち、マステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。